出しエピソード言っていい？何？自分の話じゃないんだけど、この前俺バンバンザイギシエスポアールケイスケウンパルンパ夜の人笑いコーク俺の、うん、なんか変なメンバーで旅行行ったの、うん、一泊二日、うん、でその時にご飯屋で食べてて、うん、隣の宅に、うん、お母さんと娘さんとお姉ちゃん、うん、3人の人がいて、その妹さんが死ぬほど可愛かったの、うん、だからコークのタイプだった、うんうん、でも待ってくださいみたいな、うん、人生でこんなタイプの人初めて、うん、って言ってもう僕行きますみたいな、ね、僕連絡先聞こうと思います、うん、お母さんとかいいんだ、うん、なのに、うん、その人たちが店出たら、うん、コークが走ってって、うん、あの連絡先を聞いた、すいませんゲットしたの、タイプ、いやでもあの彼氏いますと。でもコウ君はそれで、うん、よかったっす、でもあでも聞けてよかったみたいな、もやもやこれ多分聞かなかったら、うん、ほんとずっと後悔するみたいな、すごい、すごいな関西って、関西なのかそれ、コウ君の話じゃない、いやでもさ、だってさお母さんいるのきつくない、確かに、まだ女友達とかあったら、うんうん、しかもさ俺らもさちょっと若めだったから、うん、YouTuber でも多分バレてる、うんうんうん、目線とかだけど、それでこっちから行くってさ、すごいね、すごいマジでコウ君すげえと思ったよ、得してんね、それは人生、彼氏いるって聞いてすっきりできるし。